段は本当に静かな山あいのブナが世界の頂点の妙義に湧き返っています。今年で3回目を迎えます岐阜県麦郡板取ブナに来ています。21世紀の森公園を使って行われています1994世界選手権バイクトライアル日本大会板取、解説は BIU 国際バイクトライアル連盟会長の平野博さんです。平野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一口にバイクトライアルと言いますと、自転車を障害物を越えていきながら進んでいく、こういう競技というふうな捉え方でよろしいんでしょうか。そうですね、はい。一番の見どころというとどんなところでしょう。やっぱりその難所、自然の難所を、選手それぞれ違うんですけどね、テクニックとか、体力とか技術が違いますから、その選手によって読み方がありますから、そのどういったルートでもってそれを征服するか、そういったところが見どころになると思います。さて、その表彰台に立つのはどの選手なのか、人口2000人余りというこの板取村、年に1回のビッグイベントに沸き返っています。長良川の絢爛豪華な絵巻鵜飼は今竹縄です。鵜飼見物のお宿は湯の花漂う岐阜長良川温泉へ。前の日の夜から降り続いていました雨は上がりました。まずまずのコンディションで始まっています。さあ、第1セクションが始まりました。これは岩石セクションです。バイクトライアルは26インチ、マウンテンバイクのクラスもあるんですが、今回は20インチ、しかも世界で25人しかいないエリートクラスに絞ってお送りしたいと思います。解説は平野博さんです。さあ、始まりましたが、この世界選手権の最終戦ということで4戦行われたんですね、はい、ご覧のような大会になっていますが、これワールドチャンピオンはどういうふうにして決めるんですか。これはね、4試合ありまして、はい、3試合のベストのポイントを取るわけですね、はいはい、で3回優勝すれば、世界チャンピオン、100% 世界チャンピオンになるわけですけどね。そういうことですね。そういうわけにはいきませんね、はい、ただ最終戦ということでかなり熾烈になってきましたね、はい、そうですね、はい、そしてルールの方をご覧いただきますが、まず足をついた回数を覚えていただくというのが一つ見るポイントということにもなりますね。そうですね、まあ、はい、バイクトライアルというのはスペインで始まったスポーツなんですけど、はい、ゴルフにね、非常に似たところがありましてですね、そうですね、はい、何回球を打ったかというのと、何回失敗して足をついたかというのね、はい、この限定の対象になっているわけですね、はいはい、それから時間制限が1セクションで2分、さらにこの10セクション2周回って4時間という時間制限もあります。そうですね、はい、今足をついて減点が取られました。はい、さて、この辺りからの減点なんですが、まあ、これ勝負を決めるポイントなんですね。こうやって安全に行く方法もあるわけなんですが、そうですね、はい、セーフティーダブと言いますけど、はい、この辺りの勝負の分かれ目というのも一つご覧いただきたいと思いますが、この上げ方はちょっと問題ありますね。今右足がフレームを超えましたので、はい、両サイドに、片サイドに入りましたから、これは5点となります、はい、従いまして、これはアウトができないということになりまして、はい、マイナス5点、最大の減点を取られてしまいました。さあ、2人の注目選手、まずはこの人、スペインのオットピ。この世界でこの人を知らない人はいません。もちろん狙いは7回目のワールドチャンピオンです。あら、cabe esperar con el tiempo a ver cómo están las zonas, si son muy
si patinara mucho, ¿no? Pero bueno, yo mentalmente estoy muy preparado. 現在ランキングトップ、チェコのペトル・クラウス、エリート昇格2年目の男がオットピ時代に風穴を開けることができるのかどうか。Samozřejmě chtěl bych vyhrát, když už jsem na tom takhle dobře, ale říkám, je tady hodně soupeřů a šanci, reálnou šanci, máme vlastně tři jezdci, takže bude to těžké. A do budoucna to ještě uvidím. さて第一セクションは続々と選手がインしていきます。マーティン・シグネック、この人は2戦のチェコで優勝をしています。現在ランキングが2位です。さて平野さん、はい、このバイクトライアルなんですが、はい、まあ、歴史は先ほどスペインで発祥ということで伺いましたが、はい、人工セクションと自然のセクションと両方あるんですね。そうですね、はい、まあ、10セクションありまして、はい、そのうちの2つは人工を使ってもいいということになってます、はいはい、さて競技を見る上で、まあ、ルールは先ほどご説明いただきましたが、はい、どんなところを見れば面白くこのバイクトライアル見られますか？難しい質問ですけどね。、はいはい、まあ、それぞれね、選手の性格とかね、そういう走り方っていうのが分かってるとまたそれは本当に楽しめるんですけど、はい、まあ、そうじゃなくてもこのセクションを見ただけでもね、まあ、いろんな攻め方がありますから、選手によってどんな言い方をして、まあ、どういう攻略法が一番いいのかなっていうところをね、そうですね、見ていただけると、はい、ラインの取り方というのが一つポイントになってくると思いますが。そうですね。しかしこのシグネックも非常に安定してますね。うまいですね、はいはい、第2戦の優勝者なんですけどね。そうですね、はい、現在ランキングが2位というシムネックなんですが、見事にクリーンで通過しました。そうですね、はい、減点ゼロです。そしてジョセップ・ビラルタ23歳、はい、まあ、これスペインナンバー2ですね。そうなんですね、はい、先ほどもご紹介しましたが25人しか世界でいないエリート選手、日本の選手がいないっていうのがちょっと寂しいですよね。まあ、時間の問題でしょうけどね。そうですか、はい、来年もしくは再来年ねあたりに出てくるんじゃないでしょうか。はい、はい、まあ、いろんな選手いますが、その中でこうエリートのクラスまで上がっていくっていうのはどのくらいこれ時間を要するんですかね。まずねエリートに上がるには、はい、そのジュニア、カデット、セニアのね3部門の中でやっぱり、はい、トップにならないとダメなんですよね。はい、はい、でそれで、まあ、年間1人か2人ぐらいがエリートになれるっていうことですね。年間の入れ替わりは、まあ、多くて3人ぐらいですか。そうですね、はい。さてビラルタは現在減点1で来ています。やはりこういったライン取りがまあオーソドックスなライン取りというふうに言えるでしょうかね。これそうですね、入り口でちょっと失敗をしてしまいましたけどね。そうですね、はい、まあ、うまくリカバーしましたね、はいはい、先ほど折りで見せましたがパラレルというシステムが今非常に流行っていると言いますか、はい、流行の格好になってますね、はい、そして最後の飛びつきです。これは見事でしたね。まあ、新しい技が、はい、出てくるとですね、それをやっぱりマスターしていかないとどうしても、もうそういったセクションがそれを使わないといけないセクションが出てきますから、はい、もうそれで終わってしまいますよね。そしてセサール・カニャス、この人は同じスペインのオットピの弟的存在といいますか、ポストオットピを狙う選手ですね。そうですね、はい、昨年ジュニアのチャンピオンになってエリートに今年から上がったという選手です、はい、そしてスペインではこれ国内1位というふうに伺ったんですが。そうなんですよ、はい、今年ねスペイン選手権オットピを抜いてですね、はい、まあ、今トップにいるんですけどね、まだ終わったわけではないですけども、はい、シリーズ途中ですけど、チャンピオンに一番近い位置にいますね。ライディングのそのオットピに似てる部分ってのはありますか？やっぱ派手なライディングというかね、リスクの高い走りができるというところでしょうかね、はいはい、それからトライアルのこれ発祥の地ということもありましてね、スペインの選手非常に多いんですよね、はい、そうですね、やっぱりこれまでねずっと世界チャンピオンのオットピっていうのを見て育ってきてるから、はい、だからやっぱりいい選手が出てきますよね。そうですね、はい、まあ、後から後輩が追い上げてきますので、オットピ自身もこれ大変ですね。大変ですね。そうですね、はい、でオットは毎年1つか2つ新しい技を引っ下げてやってきますんでね、はいはいはい、それがやっぱりその維持している一つの、ね、はい、ポイントじゃないでしょうか。さあそしてそのカニャスクリーン、非常に安定したライディングでした、はい、まだエリート昇格1年目です。1年とは思えませんね。そうですね、はい、そして注目のゼッケン4番ペトル・クラウス、しかしまだこれエリートに上がってから優勝がないっていうのが不思議でならないんですがね、はい、今年が2年目のシーズンなんです。そうですね、はい、まあ、ジュニア、いや、すみません、カデットの世界チャンピオンで、エリートに上がったんですね。そうなんですね、はい、その92年